お金持ちのお嬢様関の部屋に置いてある関らしくないものは一体何でしょう。さあ皆さんお考えください。なんだろう。でも由美子会長の部屋行ったらなんとなく気づくもんですか。いやそうですね、なんか私はその久しぶりに関のうちにお邪魔した時に、うん、え何これって一番に多分言ったよね、うん、ちょっとなんか似合わないんじゃないかなみたいな。庶民にははい終了ということで一斉に見てみましょう。オープン。じゃーん。じゃーん。はい、なるほど。うん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 。ケトル扇風機も確かに。お金持ちで扇風機もね。お嬢様ってクーラーなのかなと思って。ああ扇風機ってなかなかないのかなって思ったので。あと大体横でジーヤがね、うちわで。それぐらいの金持ちなの。それぐらいの金持ち。マジっすか。現金。そうか、カードか。カードかな。フラッシュレスか。そうだね、プラチナカードだもんね、意味が言ってね。さあ正解はいるんでしょうか。井上さん正解お願いします。はい、正解は10円玉がいっぱい雑に置いてあるお皿です。あ、見たことある。それか。なるほど。見たことある。王座の札。惜しい。ダメ。ダメです。ダメ。厳しい。あの現金は。天ちゃんの貯金箱は貯金箱とかじゃないんですよ。え、そのお皿は貯金箱じゃないの。違います。普通の木のお皿みたいな。画像があるんですけど。あ、これ。あ、それです。ポンと置いてあるんですよ。1円玉と10円玉だけ入ってんのこれ。そうです。なんでお財布にこう小銭がごちゃごちゃになってると、あの払うときに時間かかるじゃないですか、うん、だからすぐ払えるようにしたいので、その溢れた分をここに置いてます。とりあえずで。小銭はお金じゃないってすげえかっこいいな。違うんです。その手間取ったら後ろの人に迷惑にかかるのがすごい嫌で、うん、もうパッて出せるように枚数だけ決めて入れてます、うん、でもなくなってないんですなんかどんどん増えてる。ちょっと由美子会長話違うんですよ。どういうこと。だからどういうこと。嘘。どこが嘘。普通にもうお財布がパンパンなの嫌なんでしょ。嫌です。さっきの岩井さんが言ったことが正解でしょ。もうこれお金じゃないんでしょ。お金なんですけど。もうお金じゃないのか。パンパンなのが嫌だな。パンパンなのが嫌なのね。あ、分かんなくはないけどね。なるほど。すぐ払えるようにしたいので、ポンと置いてあるんですよ。